上位と下位の練習生が、まさかの同率首位となり、審査員を驚かせた、映像。上位と下位の練習生が同率首位となった驚きのステージ、1時間12分ごろ。4月13日、水曜日22時より、少年ファンタジー、シャープ3がアベマで日韓同時放送、国内独占無料配信。MBC が主催するサバイバルプロジェクトで、ガールズグループクラス、Y を輩出した、放課後のときめき、の男性版だ。MC は東方神起のチャンミン、プロデューサーはハンドンチョル、ウヨン、スーピーエム、カンスンユン、ウィナー、G、IDLE のソヨン、B1A4 出身のジニョンが務める。バル、驚きの順位に人歩号泣、ソウルにも賞賛集まる。2学期のビジュアルミッション、レストレイキッズ、ソリ君を披露し、素晴らしいパフォーマンスでプロデューサーたちから高評価を受けた、クンドル、チーム。ついに観客による投票の結果が発表されていく。重要なパートときめきパート2を担当したチンミョンジェは7人中3位、キレのあるラップを見せたキムボムジュンは惜しくも6位に。そして注目の1位は、1学期の順位が7位のソウルと31位のクムジンホ、順位に大きく差のある2人が同率首位という衝撃の結果が待っていた。驚きつつも全員で抱き合って喜ぶメンバーたち。ジンホは、本当にありがとうございます。実は、脱落すると思ってました、とおえつしながら号泣。会場が温かい拍手に包まれる中、ソウルは、本当に感謝します。僕だけフィードバックがなくて心配でした。僕の至らない点を知りたいです。と冷静に審査員に語りかけ、MC のチャンミンから、もしよかったら気楽に、母国語でも大丈夫ですよ、と言われるも、ずっと韓国でお会いしたいので、もっと頑張ります、と、韓国語にこだわって挨拶していた。そんな不安げなソウルに、コメントしていくプロデューサーたち。スンユンは、上手だからフィードバックしなかったんだ。ウヨンは、ソウル、うまかった、と称えた。練習段階ではチームワークに不安が残ったチームだったが、素晴らしいステージを見せた。